カリフォルニア州立大学は、カリフォルニア州、ロングビーチ市に本部を置く、アメリカ合衆国の州立大学である。1857年に設置された。カリフォルニア州が設置する総合州立大学システムという形であり、カリフォルニア州立大学という単一の大学はない。略称は、CS、キャルステート。1857年、カリフォルニア州学校として、 サンロゼに設立された。最も新しいキャンパスは2002年に設立されたカリフォルニア州立大学チャンネルアイランズ校でカリフォルニア州全土に23のキャンパスを持つ米国最大級の大学群である。カリフォルニア大学システムが研究機関的性格を持つのに対してカリフォルニア州立大学システムでは設立経緯から州内初等、中等教育に従事する。 教員の養成及びに専門職従事者の養成を主な教育目的とするが、近年では教育学博士号等、一部の博士課程も UC システムとの協力により要するようになった。CS システムはカリフォルニア州高等教育制度を構成する3つのシステムシステムの一つで、1960年に初めて採択された。 カリフォルニア州高等教育制度基本指針によれば、州内の全高等学校卒業生徒のうち、上位3分の1を占めるもの、及び一定の要件を満たす2年生大学、卒業生の受け入れをするとある。州教育法、及び関連法により、システム全体を統括する、理事会並びに、理事会に対して報告を行い、CS システムの最高経営責任者の任務を負う。 総長が置かれている。理事会は25名のメンバーからなる。州知事、州副知事、州会議長、州教育長、総長の5名は、それぞれの職償によって議席を得る。16名の理事は、州知事によって任命され、州上院によって承認され8年間の任期を務める。このほか州知事は、同窓会の推薦に基づき1名。 教授会の推薦に基づき1名、それぞれ卒業生代表、教授代表理事を任命する。これら理事は2年間の任期を有する。最後に学生協会の推薦に基づき2名の学生を1名ずつ毎年任命する。学生代表理事は2年の任期を有するがはじめ1年は投票権を持たない。ここで特筆すべきは CS システムの最高意思決定機関である。 理事会において常に学生の代表が席を有し、他の理事らと同等の権能を有しているという点である。理事会は各大学の学長の任命を行う。各学長はそれぞれのキャンパスの最高経営責任者である。また、総長以下最高財務責任者、最高教務責任者ら4名の 上級執行役員など数多くの役職員が40万人の学生を要する世界でも類を見ない巨大な高教育機関の運営を担う。CS システムの予算は大まかに分けて毎年議会によって策定される高等教育予算及び学生が納入する一般学費によってまかなわれている。例年11月の定時理事会において次年度予算の見通しがなされ、 州教育局及び知事との接触を経て、年明けの州知事の予算教書に盛り込まれる。カリフォルニアの予算は、この後議会で審議が行われ、5月に知事が議会審議に基づき再提出をし、規定では6月末までに成立させるとあるが、長年にわたってそれは行われていない。州財政の悪化により、最低予算額の取り決められていない。 高等教育予算はのきなみ減額され、理事会側がそれを補うために、5月末になって学費の値上げを行われ、すでに次年度分の学費を納入した学生が再度、値上げ分の納入をするという事態も発生した。これは、大学経営側にとっては、予算の見通しがつかなく財政上、非常に難しい局面にさらされることとなった。2004年の春には、 知事と UC システム、CS システムそれぞれの総長との間で協定が交わされ、3財政年度にわたる一定の学費値上げを行う代わりに安定した予算を約束された。大学経営側にとっては予算の見通しのつけやすいということで安堵感が流れたものの学生側としてはうなぎ登りする学費と協定の不明瞭さから反発が起こった。一般学生の学費は 年間2500ドル程度に加え、キャンパスごとに異なるサービス費を合わせたものである。これは、収財源で賄われている分と比べて、実際の教育にかかる費用のおよそ4分の1をカバーしているものである。理事会ではこれを3分の1程度まで引き上げさせる、長期学費増額が議論されているが、学生協会側との接触は不調である。なお海外並びに、 州外からの学生に関しては、非納税者であるため年間の学費は、現状でおよそ1万3000ドルである。上から、設立順。ありがとうございます。